四使王期は中華人民共和国内モンゴル自治区、ブランチャブ市に位置する旗。内モンゴルの中部でモンゴル国に接しており、自治区と夫婦ホと市の北80キロメートルに位置する。地方政府はオラーンフーアバルガスにある。四使王とは、チンギスハーンの弟である、ジョチカサルの子孫のセンゲソナムオムブイルジャムの四兄弟を指す。17世紀初頭、彼らは自分たちの一族を、 満州人率いる清志による民の征服へ参加させた。1649年この働きによりオムブは清志からド泥い牛湾の位を授けられ、一族を今の四四王旗の場所へ住まわせた。ド泥い牛湾の位は世襲制で受け継がれ、1949年に中国共産党により内モンゴルにおけるすべての世襲制の地位が廃止されるまでに、 14代の子孫にへ受け継がれた。最後の王子であったソダナムチョグジは、一般人として1957年に死去した。2003年になって、初代の4王子の像がオラーンフアに建てられた。ゴバルガス、コソム、三強を管轄ホンゴルソムオラーンフアバルガスの北約、60キロメートルのホンゴルソムにあるアムガラン草原は、有人宇宙船、新州5号、新州6号。 新州7号、新州8号、新州9号の第一着陸地点である。ウランフアとホンゴルの間には宇宙船の回収のために建設された道路があり、二つの町の間の所要時間を2時間から40分にへ縮めた。新州屋園。ありがとうございます。